裏山竹林の方にはドワーフオリノコが3株あるんですが、トールオリノコの方はなかったので、水明生産場になってしまったフレームハウスに来ています。オリノコはここに5本の水芽が出ているんですが、掘りやすいのはこれとこれで、近くに他の水芽がない場所に出てきているものですね。ただ今後何本残すかによってどれを掘り上げたらよいかも変わってきますので、まあ、例えばここに1本2本だけ残すんならあまり考える必要はないんですが、何本掘り上げて何本残すかまだ考えていませんので、こういう場合にはそうですね、例えば残す本数が複数ある場合のことを想定すると、この親株から直列的にこれとこれが並んでいて、これの手前にこの水芽があるんですね。そうするとここは3本固まっていますので、これら3本を残すというのはあまりその後のそれぞれの成長にとって良くはありませんから、まずはこの手前のこの水芽でしょうね、これを掘り上げるのが一番いいように思います。まず最初の一本としてはですね、その後でこの直列的に並んでる水芽のうち一本を掘り上げなきゃいけない場合には、どちらかを掘り上げればいいわけなんですが、おそらくこの親株に密着しているような水芽ですね、こちらの方を丁寧に掘り上げる方がいいでしょうね。でこちらは大きくなる、今まだ小さいんですが、大きくなるまで置いておけば大きくって、ある程度大きくなるまで置いておけば自分の根をしっかり出して自立できる体勢になるでしょうから、そうすれば今の場所に残しておいてもですね、問題はないと思うんですね。ということで、まずはこの3本隣接している水芽の中の一番大きいものをですね、掘り上げて竹林の方に持っていこうと思います。